福知山駅。福知山駅は、京都府福知山市にある、西日本旅客鉄道、JR 西日本ミラートレインズ、京都単語鉄道の駅である。JR の駅は、駅前町439番地、京都単語鉄道の駅は、ジア田262番地に所在する。北近畿の特急網である、北近畿ビッグ X ネットワークのように位置しているほか、 JR 西日本福知山支社が置かれており、周辺地域の鉄道網の要所である。JR 西日本の山陰本線、福知山線と京都単語鉄道の宮福線が乗り入れており、JR の駅は山陰本線を所属線としている。このほか、JR の駅には綾部駅から山陰本線を通して、舞鶴線の一部の列車が乗り入れている。福知山線、 宮福線は当駅が終点。ただし、宮福線は列車運行上は当駅が起点となっており、宮福線の駅には F1 の駅番号が付与されている。かつては北丹鉄道が乗り入れており、当駅が起点となっていた。各方面に運行される特急列車同士の乗り換え駅としての役割を担っており、 接続が考慮されたダイヤや特急料金の通算制度が設定されるなど、乗り継ぎがチームレスに行えるように配慮されている。普通列車においては当駅をまたいで運転される。列車は存在せず、全列車が当駅を四終儀としている。開業時から長らく地上駅だったが、2005年、平成17年11月26日に、JR 西日本が2009年、 平成21年2月28日に北近畿単語鉄道、現在の京都単語鉄道が高架化されるとともに、駅舎も拡張で、1階の専門店街はビエラ福知山として営業している。駅の出入り口も従来の北側に加え南側にも設けられた。自動改札機は設置されておらず、アイコカなどの IC カードは利用できない。今のところ、導入予定もない。 島式ホーム2面4線と、単式ホーム1面1線、合計3面5線のホームを有する高架駅。5番乗り場が単式ホームで、1.2番乗り場と3.24番乗り場が島式ホームである。1.2番乗り場は、かつて長距離特急列車が停車していた名残で、有効長が230メートルと長い。 改札口は1階にあり、JR 西日本の四捨最寄駅で唯一、自動改札機は導入されていない、有人改札。高架化と同時に、全ホームにエスカレーターとエレベーターが設置された。かつては改札内で、キオスクや名物の駅そばを販売する鬼そば屋が営業していたが、いずれも高架化完了までに廃業し、全車の退去後には、 数台の清涼飲料水の自動販売機が置かれた。ホーム上のすべての時計には、福知山市のイメージキャラクター、どっこちゃんが描かれている。また、BGM として、小鳥のさえずりが流されている。管理駅長が配置された直営駅であり、管理駅として、山陰本線の高津駅和田山駅間の各駅を管轄している。年月日の、 ダイヤ改正より、校内の旅客案内、駅刑事時刻表などへも、路線記号が取り入れられるようになった。宮福線の JR フォーマットの駅刑事時刻表については、京都単語鉄道が定めた路線記号 F を使用しない代わりに、コーポレートカラーのピンクのシンボル、アルファベットなしが使用されている。京都方面への列車が1.2番乗り場のみを使用する以外は、 特に路線や行き先を区別せずに運用している。なお、JR 線から京都丹後鉄道偶復線へ直通する特急列車も JR 線のホームを使用する。豊岡方面への普通列車は1.2番乗り場に停車し、京都方面の普通列車との対面乗り換えが考慮されていることが多い。特急列車については原則として京都方面行きの木の先。 橋立が1番乗り場、大阪方面行きの河野鳥が2番乗り場に入る。またその反対方向の列車は、木の先、橋立が3番乗り場、河野鳥が4番乗り場に到着し、特急列車同士の対面の理解が可能。ただし、当駅始発の列車が増える朝の時間帯に限り、一部の大阪方面の河野鳥が3.4番乗り場からも発車する。とう方には、 福知山電車区へと分岐する線路がある。島式ホーム一面二線を有する高架駅で JR ホームの北側に位置する。終日駅員が配置される直営駅である。改札口は北口側の専用階段を上った先の2階に位置し、京都単語鉄道専用の自動券売機等もある。京都単語鉄道改札口からコンコースを挟んで反対側に JR 駅の2階コンコースとつながった連絡改札口が設けられている。この改札口には京都単語鉄道の自動券売機はあるが、JR の自動券売機はない。高架構えのホームは、かつての北丹鉄道の駅が設けられていた位置にあった。配線上の本線は1番線、1番乗り場である。なお、JR 線との直通を行う特急列車は、 JR 線ホームに発着する構造上、宮福線からは JR の1から4番乗り場への出発、入線にも対応。単式ホーム1面1線を有する地上駅で、地平時代の日本国有鉄道福知山駅1番線ホームの西側を曲がりしていた。北丹鉄道は1974年、昭和49年に廃止となったが、1988年、 昭和63年に、宮福鉄道、元京都丹後鉄道、宮福線が開業した際には、同じ場所が同線用のホームとなった。京都府統計所、2007年度以前及び、福知山市統計所、2008年度以降によると、両社の1日平均乗車人員の推移は、下記の通りである。当駅付近の線路は、市の中心部を通るため、市街地が、 南北に分断されていただけでなく、踏切での渋滞も多発していた。この問題解消に向け、1996年から当駅を含めた高架化工事が進められ、2005年には JR 線が2009年には KTR 線が高架化された。南側一帯にはもともと福知山運転所があり、周辺の市街地とは接続していなかったが、 高架化とともに公園を要するロータリーが整備された。公園前には福知山温泉を引頭したビジネスホテルが建設されたほか、国道9号沿いには全国展開のコンビニエンスストアや飲食店などが多く立地している。古くからの市街地が広がっている。駅前は商店街となっているほか、十四時間営業のコンビニエンスストアが数軒ある。旧来から ある駅前広場の再整備事業が行われている。西日本 JR バス、京都交通、丹後海陸交通、大阪バス及び周辺自治体が運営する、福知山市内自主運行バスの5社と、その共同運行会社が乗り入れ、以下の路線を運行している。一般バス路線や廃止台帯バスは北口、高速バス路線は南口の各ロータリーに発着する。なお、 日本交通グループ、北近畿美行、福知山美行や、中央タクシーなどによるタクシーも利用できる、乗り場は南口にある。西日本旅客鉄道の特急、河野鳥、木の先、橋立、京都丹後鉄道の特急、丹後リレー、快速、通勤ライナーの隣の停車駅は、各列車記事を、京都丹後鉄道の快速、大鉱山、丹後青松の隣の停車駅は、 路線記事を参照のこと。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。